こんばんは。ちょっと最近忙しくて、まあいい感じに痩せてきてるんですけど、やっぱね、痩せた方がイケメンになるしね、まあテンション上がるってことで、今日は、まあ、全然話関係ないんやけど、コロナで、ジムとか行けない方に向けて、自宅でできるその筋トレ、チューブを使った筋トレのメニューを紹介していきます。で、こんなんな、もうね、もう溢れてると思うよ、世に溢れてると思うけど、何万回も何千回もやられてると思うけど、あえてもう一回そこ同じとこ行くっていう、まあね、そこまで自分はメニュー知らんし、まあ自分の家の、まあ、階段とかあるわけで、それを使ったメニューを紹介していこうと思います。で、このチューブ、まあ、下にリンク貼るかどうかわからん、その時の俺次第なんですけど、これ実は元繋がってたんですよ。このちょっと近いな、これチューブほんま繋がってたんですよ。繋がってたんやけど切っちゃった。なんでかっていうと、輪っかやとね、できること限られてくるし、この緑色のチューブっていうのは一番負荷が強いやつで、54から64ぐらいやったっけな、まあ、結構強いんですよね。結構重たくて、なんか一気に痩せたんか分からんけど、めっちゃ鼻筋見えてきたな。やから何でもできるっていう、何でもできるっていうか、まあなんてやろ、うん、分かるやろ。でやっていきます。で、まず一つ目はね、あ、で、まず俺この座ってる椅子、みんな気になるよね、やっぱ気になる、あ、気になっちゃうよね、やっぱり。見せるね、どっこ見せます、じゃーん、マカロンちゃうで、ちょっと外国にありそうなマカロンに似てるけど、これね、引っ越し祝いでもらったんですよ、お世話になってる人から。で、これを座って、これに座って、まあ、いつもね、これで枕こうしてね、こうやって立ちながらこうやってして、まあ、ぴょんぴょん飛び跳ねたりしたりしてるんですけど、夜中一人で意外と楽しいで。で、まあこれを使って、これを座りながら、まずはね、まあ何でもできるから、ロープあれば背中からいくか、シーデドローいくか、シーデドロー、ラットプルばっかの人よな、自宅トレでラットプルばっかの人、横の刺激欲しくないですか、握り込む刺激、シーデドローよ。しかも自分の体でできるから、身長とか、あとはゴムの強度に合わせて、威力、強度調節できるんで、しもしもこれね、友達からもらったやつじゃないから、首がね、座ってないんですよ。さ、もうまるで、もう赤ちゃん生まれたての、まあちょっとそこもね、ご了承いただきながら、だからこうすると倒れてきよるんですよ、ほら、かわいい。で、ロープありますよね、ロープありますよね、ロープあって、でも個人情報ないよな。で、ここ引っ掛ける、引っ掛けて、で、これね、まあ俺がこうするとちょっとね、まあ、身長の関係で結構強度強くなっちゃうんですよ。で、こんぐらいでも十分。あとは握り込む位置、握り込む位置で全然強度変わるから、で、俺はここぐらいがちょうどいいかなと思います。で、ね、こんな猫背にしても意味ないから、背中入らんから、腕やから、こんな、しかも腰痛にも負担かかるし、しっかり胸張って骨盤立てるな、骨盤しっかり立てて、もうね、もうやっと背中動くようになってきて、これでもう刺激入るんですよ。で、これで背中で引く、背中で引く、いきますね。結構ね、これ強度強いから、やってみると実際で、まあ時期は入るんですけど、なんかね、この時期、もう春になる前ってやっぱウキウキワクワクするよね。なんかしてやろうとか、まあ、YouTube もじゃんだん伸びてきたし、なんかしてやろうという気はあるんやけど、やっぱなんか暖かくて昼寝いっぱいしたくなっちゃうよね。うん、もう眠いもん。こんな感じ。これね、意外とめっちゃ効くんですよ。めっちゃ効くからおすすめ。ラットプールとか懸垂の刺激に飽きちゃった人、まあ懸垂はな、ちょっと、まあ重すぎるからあれなんやけど、
ね、飽きちゃった人とかこれよかったらやってみて、めっちゃおすすめやから。でこのチューブは俺みたいな金ない方でも買えるから、マジで買えるから。食費もちょっと抑えたんですけど、ここ1週間買い物してないんですけど、これね何円やと思う？1000円ちょっとで買えるから。これね確か1600円ぐらいやった。一番強いやつやとね、強度ちょっとじゃなくてちょっと高いんやけど、それでも1800円ぐらいから、うん、だからちょうどおすすめです。で、今のやつもいいし、まあ一本のやつやれんたらしっかり気をつけてね、猫背にならんように骨盤立てて背中で引くっていうイメージでやっていただきたいです。で次は、また背中の種目になったんですけど、ワンハンドローじゃあワンハンドローワンハンドローと、あとはデッドリフトとかもできるから、まあワンハンドローとデッドリフト両方やってきます。ワンハンドローやってきますね。まずよいしょ、持ってこれ引くんですよ、こうやって。これやったらこのぐらいで引いた方がいいから、でこれもしっかり背中意識して、あんま反らせすぎずに背中を意識して腕で引いちゃう、腕で引くんやけど、まあ、背中で引くみたいなイメージして、聞くこれで、これに飽きたらな、これに飽きたらこういうこともできるから、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、はい、おっぱっぴー、こういうこともできるから、なんでもできる、うん。で次はクランチ腹筋鍛えていきたいと思います。早くせんともうこれ編集がだるくなっちゃうんで、ここにお近いな、こんにちは。でここに階段あるじゃないですか、階段に引っ掛けるんですよ。今実験を続きするとこれね、ちょっとね負荷が強すぎてできなかったんですよ。なんかパーシャルでしか、まあ、動けなくて、それはいいとして、やっぱ春はね俺がしたいこと、バーベキューね、バーベキューもしたいし、桜の下をドライブってのもいいね。まあ、近々デミオの動画出すんですけど、最近ねやっぱいいなと思って、かっこいいなと。入り口はね確かに狭いよ、狭いけど入ってみたらコックピットみたいな広さがあんね。なんかな、それが俺を迎え入れてくれる、なんてやろ、ちょっとツンデレ、ちょっとツンとしてるけど中見えたらデレデレ。もう俺そういうの大好き。ケーブルクランチ、まあ18キロぐらいでやってるんですけど、これ跳ね返る力が強すぎて無理やわ。でもこういう感じで、なんか光悪いな、こういう感じでいろいろ楽しめるんで、トレーニング、まあこういうのでも、まああんましてない方とかでも、女性の方とかでも始めやすいと思うんで、こういうの安いからね、暗いな、安いから、まあね背中発達させたい方、あとはねまあそうやって背中の背筋つくことで姿勢もまあ良くなって、あとは美しい感じで いられる。男性とかやったら、まあ、たくましい体で、まあ、女性とかやったらドレス着た時にね、まあ、あんま着んけど結構ねもうやっぱ綺麗な体、あとはね姿勢がいい方とかな、男性も女性もそうやけどやっぱいいんすよね、うん。もし自分の彼女が姿勢猫背の子やったり、あとはこんな感じの子やったら、うん、俺のエゴやけどラットプルした、あの させたくなるもん、俺やったら。俺んち呼んで、うん、俺んち呼んで、やっぱラットプルとやっぱこのチューブまずやらせたくなるね、俺やったら。まあてな感じでいろいろね、まあ自宅でもやれることいっぱいあると思うんで、よかったら参考にしてくださいってことで、もう夜なんで、ねまあ筋トレしてアニメ見て寝ますってことで、おやすみなさい。